先の政林審では、旧安倍派の幹部で唯一、証言をせず、最近では自民党東京都連会長の続投が決まったことがニュースとなった。同党の萩生田光一前政調会長、氏に裏金に絡む、審議枠が発覚している。新聞赤旗日曜版が、情報公開法に基づき、領収書の写しを入手したところ、クレジットカードでのお支払い、 カード利用分などと記載された領収書が複数見つかったというのだ。取材をした赤旗日曜版の山田健介デスクが解説する。萩生田議員は会見でパーティー券の収支を銀行口座でしていたので還付金、裏金は別にする必要があったと説明、自分の机の鍵付きの引き出しで現金で保管しておりましたと述べていました。 クレジットカードでの支払いとされていたのは2020年から2022年までの低成分でハ生ューが議員の選挙区内にある高級料理店の他5枚計77万円ありましたクレジットカード決済ということは銀行引き落としになります会見での説明とは明らかに矛盾しますもっとも修正された 報告書も不明文が4万円まで減っているとはいえ、国外の支出分には領収書の添付がないまま、依然として、支出先と金額だけが記載されている状態という、呆れたことには同じ日に、米国とオーストラリアでの支出が記載されている、ありまだという、萩生田議員の事務所に問い合わせると、勘違いだったなどの理由で、その蓄次に訂正をしている状態でした。 おそらく最初の訂正報告書で支出先が不明としていたことで批判を浴び、首都を埋めるために領収書を書き集めたのではないかと思われます。というのも、添付された多くはなぜか再発行の領収書です。もともと東京都第24選挙区支部の名義ではない領収書を書き直した可能性が否定できないのです、山田氏。仮に萩生田氏も含め、 クレジットカードの決済を個人の銀行口座に代金を振り込んだ場合課税対象になりうるという指揮者も多いつまり脱税の疑いも出てくるのであるしかもこのクレジットカード支払い分以外にも不自然な点があった2020年分の訂正で会食や贈答品代として5回計143万9610円の支出を 追加しているがうち4回分131万3610円の支出席は全室の高級料理店でうち3回分110万3640円が同じ日付なのだこの料理店は訂正前から会期費として20万4360円が支出されているつまり同じ日に同じ店に 計130万8円も支出したことになる一人、数万円はする高級料理店であるにしろ、この金額が事務所の人間だけの会議費とは考えにくい。もし仮に、選挙区内の有権者が会食に混じっていれば、公職選挙法の買収に当たる疑いもある。萩生田氏の現金で引き出しにしまっていたという説明は、当初から、票に出せない金、ね。 つまり、裏金として、選挙で、速報性の高い人や、個人的な飲食に流用するために、出し入れの記録が残る、事務所管理の銀行口座に入れなかったのではないかという、疑いがありました。週刊指揮者。萩生田氏が会見で明かした人は、議員や外国要人、マスコミを含む有識者との会合を、外遊時の政務活動費と説明していた。 私的なものに使うとといったことや私やそのほかも含め選挙に関連する資質はございませんとも言い切っていた今回本市が萩生田氏の事務所に取材を申し込んだところ以下のような回答だったまず領収書に再発行が多数含まれているのは追跡調査を行い再取得したものですまた 複数の領収書で同じ日、同じ店に130万8000円の支出があることは、当時、6月から7月頭にかけて開催された会合が4回あり、後日。その領収書がまとめて送付されたので、発行日が同日になっているところです。また、クレジットカードの決済口座は、金融情報については外部のお問い合わせに回答していません。 私的流用や不正な資質はありませんとのことだった。旧安倍派の中堅議員がうんざり顔で言う。岸田文雄首相は面倒な森吉郎元首相との干渉罪になってくれて総裁選でもある程度旧安倍派をまとめてくれそうな萩生田さんを重宝しているようです。しかし地元に帰って裏金問題で吊るし上げられている旧安倍派の議員は みな誰がついていくかと言っていますよ疑惑の代償は大きかったようだ以下はネットユーザーの反応をまとめたものです以前キックバックを還付金中抜きを留保方式と嘘吹いていたのが萩生田さんだ裏金まみれの実態を歪償化したい本心では悪いと思っていないから以前の説明と矛盾する事実が明らかになっても今更驚かない そんな萩生田さんが再び釈明してもほとんどの人にすでに疑惑の目で見られている信頼を取り戻すことは事実上不可能だいずれにせよ当たり前の感覚があるなら議員辞職するはずだから萩生田さんが欲に目がくらんでいることは明らかだこの議員は今回の裏金問題に限らずこれまでにさまざまは疑惑を持たれている人物である その都度説明責任を果たしていないというか説明責任を果たせない状況下をごまかしてここまでに至っているこんな議員は有権者がはっきりと選挙の場で脳を突きつけるべきである日本の政治を良くするためには有権者の議員に対して厳しい視点で見ていくことが求められる政調会長政調会長とは政務調査会長の略であり 自民党として、どのような政策、法案をを打ち出すかを取りまとめるる。責任者である政務調査会で取りまとめられた方針を内閣に伝え予算案に反映させるらしいですよこのような人物たちが歴任しているのですから都合解釈の良いものが紛れていっていますよね一度でも自由になるお金が本当に少なくて焦る困る生活を味わってほしい 当時、6月から7月頭にかけて開催された会合が4回あり、後日、その領収書がまとめて送付されたので、発行日が同日になっているところです。見苦しい言い訳ですね。領収書をまとめて切った場合でも正し書きに内訳を書いてもらうのが通常。4回あったのならおのの、内訳を書いてもらわない段階でずさんな会計管理をしていたのが伺える。 所詮偽装のために領収書を再発行してるわけだから、まとめて切るのは明らかに仕組んでる。国民の前できちんと説明責任も果たさず逃げ回り、裏では金権利権政治に明け暮れ、国民不在ではどうしようもない。まあ、今のうちにやりたい放題したらいい。平和ボケ集団の自民党に国民が沸騰している、怒りなどわかるはずもない。先日、 汚染前でも何も何感じない、反省もない危機感もないのであれば国民をなめている証拠次の選挙で国民が自民党に代わり裏金議員らに厳しい処分を下すことになる国民は全て見ていることを忘れてはいけない